どうも、くまと申します。本日はアークセンターアルファボスの討伐にチャレンジしていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。生放送の方でガンマのボスを撃破し、そして前回動画の方でベータのボスを撃破しております。で、本日アルファ戦に挑んでいくメンバーについては、まずベータ戦で生き残った計8人ですね。イグアノドン、あとはステゴサウルス、そしてダイオドン。で、このダイオドンね、よく見ると食料値が、まあ1万もないという、ちょっと弱々ダイオドンなので、まあ後々ちょっとダイオドンもう1体追加しようかなと思っております。そしてメガテリウム、メガロサウロス、メガロケロス、トリケラトプス、そして前回戦えなかったカルノ。まあ、これらが、前回生き残ったメンバーとなっております。で、今回アルファに挑むにあたって、追加メンバー補充しています。まずはダイオドン、食料値が8万近くあるダイオドンを追加しています。で、あとは、ショートフェイスベア、ショートフェイスベア、ショートフェイスベア。そして、テリジノ、テリジノ。あとは、ティラノサウルスとカルノ。ユーティラヌスとマンボス。そしてカワウソを添えてと。まあ、計18人と、まあ、18メンバーとなっております。で、このままだと回復薬が1、そして、バフが1と、ちょっと少ないかなと思いますので、ダイオドンとユーティラヌスを足していきたいんですが、生放送で捕まえたメンツにはもうね、いないので、一応子供たちを連れていこうと思います。それでは、ボス戦前までワープ。さあ、それでは、最終決戦、センター、アルファ戦に挑んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。勇気オンにしといて、こっちの勇気も、あ、やばい、落ちる。勇気オンにしたいが、勇気オンにして、よーし、私はダイオドンに乗っていくぞ。大丈夫だね。ダイオドン3体いますからね。まあ実質この子はね、戦えないようなもんなんで。実質ダイオドン2体。そしてユーティラヌス2体。あとはさっきのメンツですね。まあ多分ここまでボス戦に特化してるメンツだったら、まあ勝てるのじゃないかなと思っております。それでは、このダイオドンに乗っていきましょうか。はい、動けませんと。なので、まずはちょっと動けるように穴を開けていきましょう。よし。よし。この子に乗っていこう。さあ行くぞ。で、前回戦ってみた感じ、ちょっとボスを釣るのがなかなか難しかったので、まあ基本的には歩いていこうかなと思います。まあただ足の速い子、遅い子がそれぞれいるので、そこは気をつけながら行きましょう。誰も取り残しがないよね。そしてみんな攻撃的にしといて、いつでも戦える準備をしておくと。で、ここをもうちょっとまっすぐ行った先に、ボスが待ち構えておりますので、その近くに行ったらダイオドンの回復をオンにして、戦っていきましょう。この辺だっけ？もうちょっと前か。この辺、もうちょっと前か。みんなついてきてる。それだけが俺は心配だが。よし、ここら辺で、一旦ダイオドンの状況だけ見よう。あ、ちょっとマンモスとか、まあ遅れてる子はいくつかいるが。あれ、ダイオドンいないの？どこだよ。なんか見えないトリケラが。あ、いた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 。エースノドンかこれ。あ、なんだこれ。うわ、釣れちゃうな。ちょっと待ってよ。ちょっとボツが来ちゃうとやばいな。やばい。なんか見えないな、全体的に。ステゴが足遅いな。ちょっと一回止めようか。一回止めた方がいい。あ、やばい。ボツ来ちゃったな。しゃあね。もう行くか。大丈夫だろう。
いやでも大おどんがちょっと回復ないのきついか。まあいいや、私が回復すればいい話。一応こまめに回復は入れといて、こまめに回復入れておこう。で大おどんもう一匹いる感じ見つけたら、ちょっとその子に乗り換えてもいいかな。あ、ブルートマザーもう余裕ですね。アルファなんだけど、もう瞬溶けしますね。さすがこのメンツ。もう全然余裕です。いや、やっぱここまでボス戦恐竜に寄せると、まあ、それはそれで余裕ですね。さあ、ラストの、ギガントピテクス戦。もう全然姿が見えません。まあ、HP バーだけ表示しましょう。もう私はずっと回復し、おーっと、ユーティラとメガケロが死にましたか。イグアノドももう戦えない状態になってしまったと。お、ユーティラ、おお、どんどん死んでくね。あ、メガントピテクス強いっすね。ちょっと待って、こうなるとちょっとヤバめかもしれない。とりあえず攻撃を食らわないようにしながら回復をしていかなきゃいけない。おお、強いんだな。まあ、ただ、ステゴが攻撃を受けてくれる分には、かなり耐えれるので。おお、マジか。ちょっと撃つか。これ、やばそうだ。ちょっと撃ってて。おーっと、ショートフェイスベアも死んでしまった。やばい。これね、自分が死ぬとやばいので、私は絶対に死んじゃいけない。私は死なないように立ち回ろう。でも言うてもうちょっとじゃ、ちょっとあと HP が1000ちょっとです。もうちょっとだぞ、頑張れるぞ。はい、撃破。すごいね、強いわ。へえ。でもまあ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 倒せないことはないですね。生き残ったのはステゴ、テリジノ、メガテリウム、テリジノ以上。マジ？あれ、意外と全然生き残れてない。え、ショートフェイスベアとかも全滅か。あれ、センターのボスってなんかあんまり強いっていう情報じゃなかったけど、やっぱアルファまで行くと相当強いんですね。一応死んだメンバーは、まあ、後々乗せようかなと思いますが、まあ、この状況を見てもらったら分かる通り。え、ティラノも死んでんだ。ティラノ結構レベル高い子だったんですが、死んでますし、まあ、ショートフェイスベアも死んでしまったと。カルノも全滅か。いや、意外とめちゃくちゃ死んでるぞ、これ。さあ、戻ってきて、死んだメンバーはこんな感じとなっております。いや、ほとんど、死んでしまいましたね。うん。ただ、私のセンター編は、一応、ガンマ、ベータ、アルファ、すべて倒すことができました。次回以降につきましては、生放送の方で、また新しいマップをやっていこうと思います。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。バイバイ。Welcome to the channel, it's time to play. Come and see, I'll show you the game today. Our journey's starting. Won't you come along? Grab your controller, get ready to blow.